まあ、2点先行されるちょっと苦しい展開でしたけれども、あの試合全体まず振り返ってください。本当に暑い中、まあ、本当に苦しい時間帯の方が多かったんですけど、まあ、チームみんなで走って、まあ、しっかり勝利につなげられたっていうのは本当にチームとして良、まあ、かったかなと思います。得点シーンにつながったクロスに飛び込んだ場面、同じような場面もあったと思います。あれ狙ってた形でしょうか。まあ、練習の時もそうですけど、まあ、もみさんが左足で、まあ、切り返した時にすごい顔を上げてくれて、すごいこっちもタイミングを取りやすかったので、本当にあそこに走るだけで、本当に足を振るだけで入るようなボールをもらえたので、本当に決めるだけでした。これでも難しいシュートだったんじゃないかなと思いますけど、どうでしょう。正直結構無意識というか、本当に足を振った結果がゴールにつながったのかなと思います。2年連続の決勝進出、連覇に向けてあと1勝のところまで来ました。意気込みをお願いします。まあ、やっぱ ここまで来た以上優勝したいですし、しっかり2連覇取るためにチーム一丸となって頑張っていきたいと思うので、これからもよろしくお願いします。